思議で、私に何かとんでもないことが起こるって。でもそれがいいことか悪いことかわからないんですよね。西原さんも不思議って言ってました。ちょっと怖いですよね。いいことだったらいいんですけど、とんでもなく悪いことってもしかして大怪我しちゃうかもしれないし、もっとひどいことだって。これ西原さんに借りてきたんです。タロットです。占いの仕方も教えてもらったので、これで何か解決できないかと思ったんです。先輩、一緒にしてくれませんか？でしょうか。